皆さんこんにちは、リコです。各自治体の支援策が決定しています。三重県伊賀市、伊賀市は4月3日LP ガス料金高騰の影響による負担軽減策として、市内の6割にあたる約2万6000世帯に対し、販売業者への補助を通じて9月までの使用料金を1世帯あたり月額400円、6ヶ月間で最大2400円を支援すると発表しました。財源は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金で、市議会3月定例会で可決した追加補正予算に盛り込んでいます。対象には市内の住宅団地で採用するコミュニティガス利用者も含まれるとのことでした。埼玉県東松山市、東松山市は原油・物価高騰の影響を受けている市民らの支援策の一つとして実施してきた、一般家庭や企業などの水道使用者の基本料金の免除を4月から4ヶ月間延長すると発表しました。昨年10月から今年3月までの水道基本料金を全額免除してきましたが、今回さらに4月から7月までの基本料金を免除します。免除を受けるための申請は不要とのことでした。茨城県霞ヶ浦市、申請期限が迫っている給付金です。食費等の物価高騰等の影響を踏まえ、0歳から18歳までの児童を持つ保護者に対し、市独自の支援策として令和4年度霞ヶ浦市子育て応援給付金を支給します。給付金の支給対象となる方は、1つ目、基準日令和4年8月31日において霞ヶ浦市の住民基本台帳に登録されている平成16年4月2日から基準日までに生まれた児童の保護者。2つ目、令和4年9月1日から令和5年3月31日の間に生まれ、霞ヶ浦市の住民基本台帳に登録されている児童の保護者としています。給付額は対象児童1人につき3万円。こちらの給付金は支給を受けるにあたり申請手続きが必要となります。給付金の支給対象者で令和5年3月31日に生まれたお子さんの保護者の方は、令和5年4月17日までにお手続きくださいとのことでした。沖縄県那覇市、子育て世帯の那覇市民の生活を支援するため実施した令和4年度子育て世帯への生活支援特別給付金の支給対象会社となっていた令和5年3月1日から同年4月1日までに出生した児童を養育する世帯、または令和5年3月1日から同年4月1日までに那覇市へ転入した世帯へ、子育て世帯へ生活支援特別給付金を支給します。支給対象者は令和5年4月1日時点で那覇市に住民登録があるもののうち、1つ目、令和5年3月1日から同年4月1日生まれの児童を養育しているもの、2つ目、令和5年3月1日から同年4月1日までに那覇市に転入し、平成16年4月2日から令和5年4月1日生まれの児童を養育しているもの、いずれかに該当する方としています。支給額は児童1人当たり4万円。申請方法について、那覇市から児童手当、特例給付、特別児童扶養手当を受給している方は申請不要です。振込案内について順次発送します。支給対象者のうち公務員の方、所得が高いために児童手当特例給付を受給していない方、高校生のみを養育している方、こちらに該当する方は申請が必要となります。受給を希望する方は提出書類をすべて揃えた上で那覇市子育て応援課へ郵送、または窓口にてご提出くださいとのこと。市のホームページに詳細が掲載されていますので、対象と思われる方は確認をしてみましょう。ここまで各自治体の情報をお伝えしてまいりました。埼玉県東松山市の支援延長はとても素晴らしいことだと思います。月々数千円でも払うと払わないのではかなり違ってきますよね。しかも水道料金は必ず使うものですので、幅広い地域でこのような水道支援やガスや電気の支援など交付金を上手にやりくりをして、少しでもプラスになるような支援策が出てくれたらと思います。それではリコの部屋をお届けしたいと思います。本日の質問はこちら、スポーツはしますか？ご質問ありがとうございました。以前も同じような質問に答えたのですが、その延長としてまたお答えしたいと思います。私はスポーツというスポーツをしていないのですが、ランニングをしています。9
苦にならないように自分のできる範囲で回数を決めて健康維持のために走っていますよ。あとはですね、子供とよく公園に行くんですが、そこでサッカーをしたりとかバドミントンをしたり縄跳びをしたり、公園に行った日は私も思いっきり体を動かしています。私が小さい時にバドミントンがとても大好きで、よく母としたことを覚えていますね。なので今それを自分の子供としているんだなぁと思いながら、とても感慨深くなりながらいつもしています。子供にとってもいい思い出になったらいいなと思いますね。その他質問も随時募集しておりますので、お気軽にコメントまでお待ちしておりますね。その他様々な生活に役立つ情報を掲載しているブログは概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。ではでは、皆さんいつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。